ワーキングレディーカップ、レディスプレリュード、JBC レディスクラシック、2014年の TC 形状大阪月。場名は、ギリシア神話に登場する王女、メーデーアに由来する。デビュー戦は4月10日の阪神競馬場のダート戦200メートルの3歳、未勝利戦であったが、行き足がつかず終始チグハグなフォームのまま16着で、ゴール。 勝ち馬から4.6秒差のタイムオーバーとなり、放牧に出される。しかし、休み明けのレースで3着と前線すると、続く3戦目に2番手追走から楽に抜け出し5馬審査をつけ、未勝利戦のラストチャンスを圧勝で飾る。続く、昇級初戦の500万下も2着とした。4歳児は6戦3勝。勝つ時は常に楽勝で、 負けたのは二度の芝のレースと、大外からハイペースの先行争いをしたレースであった。2013年ジャパンカップの後、パドック初夢ステークスでは、直線で2番手から抜け出したところを2列目のうちで、足を溜めていた高を登りに差し切られて2着となった。しかしレース中の3から4コーナーで右前足の、落鉄をしていた。 TC 形状を逆付きでは出遅れるモニの足の速さで2番手を追走し直線で楽に抜け出しラスト100メートルは抑えてコバ審査の圧勝を飾るそのまま続戦をしていればエンプレス杯でミラクルレジェンドとの新球女王対決となるはずであったが実現することはなかったマリーンカップでは現役のダートコバヒンバ路線の一戦級がほぼ揃っていたが先行して 直線で抜け出し解消した。ダートヒンバの敵案まで間隔が空くこともあり、ビクトリアマイルでサイド芝挑戦をすることになる。レースではすんなり先行したものの、直線で一気に刺されて17着に終わる。再びヒンバダート路線のスパーキングレディーカップに戻ると2番手から逃げるサマリーズをきっちり差し切って解消した。急用を挟んだ。 レディスプレリュードでもやはり2番手から進み、3コーナーで早くも逃げるメビュースラブを抜き去る。直線では、後方から来るアクティビューティラの脚色を図って追い出す、記載上の干渉であった。レース後のインタビューで、浜中騎手は JBC レディスクラシックに向けて、当然の結果を求められる立場ですが、当然の結果を出したいと思いますと気を引き締めていた。 そして秋の目標に掲げていた JBC レディスクラシックでは単勝支持率75.7%の1.0倍という圧倒的支持を集めた。レースでは若干出遅れたもののすぐに気合をつけて2番手につけた。3から4コーナーで逃げる気門でどう馬なりでかわすと最後は2着馬を確認しながら見事に1着でゴール。勝ち時計は1分33秒3の タイレコードであった。TC 形状を逆付きでは、いつも通りバ番手から追走し、3コーナーから逃げるワイルドフラッパーと競り合う形となる。ラスト約100メートルでワイルドフラッパーを競り落とすと2馬進反差をつけ干渉した。これにより頻バ交流重傷を6戦全勝とし、そのまま引退することが発表された。引退後は、生まれ故郷である追い分けファームで、 繁殖品場となる。ありがとうございます。